さんの悪口をずっと。いや、悪口は言ってない。悪口は言ってない。でもこれカメラもずっと、でも10分ぐらい言ってたね。役者さんの悪口をなんかもう、聞くのが下手だなんだよ。やっぱ違う。いや、違うんですよ、うん。悪口じゃないんですよ。結局、うん、芸人さんで、俳優さんと長い付き合いしてる人ってやっぱいないんじゃないかっていう。ああ、原因は何？聞くのが下手。そうか、別に俺はあんま思えんけどな。俺は結構みんな。っていうイメージが僕はね、うん、個人的な意見ですよ。うん、はあったんですよ、僕も数年前に。はい、何度かこう俳優さんとこう遊んだりしたことがある時に僕が感じたのは、何せ聞くのが下手。あ、そう、芸人の方がうまい、やっぱり芸人さん、やっぱりもう、でやっぱり結局後輩と飯食ってると気持ちいいやん。まあまあまあ、うん、後輩やからな、それはまあ、うん、でもさ、俳優さんって言うたかって、うん、下の子ですよ、うん、で先輩の俳優さんじゃないですよ、うん、僕が言うてんのは、うん、まあ後輩みたいなもんですやんか、うん、そうかそうか、下手やねんな、聞くのが。あとなんかボクサーの人の悪口。やめろ。いや、悪口じゃない、俺大好きやから、ボクサーは。でもさ、飲みに行ったりしてるの？もういや、ちょこちょこ僕もあの行ってんの、行くんですけど、あの基本的にボクサーの方は、あのもう聞くのが下手。本当にもう噛みつくな。何でしょうか、噛みつくな。分かるでしょ、あなたも。俺は全然思えん、俺は結構平気やから。あ、そうですか。俺は誰が来てもまあまあ平気な子やから。あ、うん、あ、ちょっと結構俺多ジャンルの人に飲み行ったりするから。あ、なるほどね、うん、慣れかもしれない、もしかしたら。ちょっと麻痺してるのかもしれないけど、うん、でもやっぱそういう俳優さん聞くの下手とか、うん、ボクサーの方話聞くの下手とか、そういうの言うの良くないと思う。誰が言うてんの、どの口が言うてんの。